よし。よう。準備はいいな。これよりタルタロスギルドの落下地点へと向かう。ナツ、先方は任せたぞ。ああ、今度こそ全員ぶっ飛ばしてやる。何が出てくっかな。ギヒ、燃えてきた。やってやる。カリューのゴール。
か。暴れたんねえぞ。おりゃ、よっしゃ、行っちゃいくか。愛が精霊を強くするレグレスインパクト。カリューの鉄拳。エツリューの暴行チェよし。よう。てめえ。あんた。いや、そんなはずはねえ。あいつは巨人の村を凍らせたやつだ。うん。匂いがお前に似ているな。レイ様と同じパルファム。こいつは俺がもらう。何？グレイ様。消えた。くそ、やられた。だが今はグレイを信じるしか。我々は。我々のなすべきことをやろう。夏たちは先に進んでくれ。私たちは制御室を目指す。おう、任せとけ。よし。どこへ行く気だ、エルザ。ミネルヴァ、お前は。わらわはネオ・ミネルヴァ。最強の魔導士として生まれ変わったのだ。さあ、楽しもうぞ。ミネルヴァ、お前は。決戦。テイクオーバー。サタンソウルセイラ。殴っちゃおっか。来てエルフマン。姉ちゃんを守る。フム大帝、蝶の方。天体魔法、フレアデス。わらわは最強の。しまえ。お前は何と戦っているんだ。蝶の方。決戦。テイクオーバー。サタンソウル光。ミネルヴァ、目を覚ませ。私たちの敵じゃなかったのね。
愛魔党演舞でのお前の非道な行い、納得はできんが理解はできる。すべてはセイバートゥースのためではなかったのか。お前を殴るこの拳が泣いているんだ。こんな戦いに何の意味があるのかと。分かっておるわ、分かっておる。だからそなたの手でわらわを殺してくる。わらわは弱い、弱いから闇に落ちた。もうこんな体では生きていけない。帰りを待ってる人がいる。忘れるな。これだから人間は生や死を語ることに悦を感じているのか。醜いな。何者だ。やれやれ、一掃したはずのゴミどもがまた湧き出したようだ。精霊を。余計なこと。幸い少しは時間がある。ゴミを自ら片付けるくらいはな。貴様がマスターか。なんだこの魔力。まず一人逃げれば。間に合った。遅くなっちまったな。迎えに来たぜ、お嬢。あんたのギルドはセーバートゥースだ。お久しぶりです。クロム様。お嬢、一緒にギルドに帰ろうな。ギルドに帰る。この魔法の世界が終わるのだ。それもよかろう。止めはしない。フェイスは破壊されたぞ。一つだけな。エルザさん、ここに来るとき、いくつもの不気味な顔の像を見たよ。あれがフェイスなら、すごい数が地中から現れてる。なんだと。1時間。あと1時間で全てのフェイスが起動する。魔導パルス爆弾約3000機全てが大陸中の魔力を全て消滅させる。バカな。ハッタリだ。フェイスは遠隔操作ができない。3000機を同時に起動させることなど不可能。確か議長と呼ばれている人間が遠隔操作の権限を持っていると記憶している。その議長は死んだ。我がギルドにはネクロマンサーがいるのだよ。死人の議長を操り、管制室でフェイスを起動させている。なんてこと。エルザさん、行ってくれ。フェイスを止めるんだ。ここは俺たちに任せろ。お嬢やレクターたちを頼む。エルザさんなら安心だ。こいつは俺たちが倒す。面白いことを言う人間もいるものだな。この冥王を倒す人間が。そうだ。やれやれ。グレイが心配だ。あのシルバーってやつ、何考えてやがる。ナツ、気をつけて。敵は吸気門、まだ強敵が残ってるはずよ。
さて。よっしゃ、行っちゃいくか。ルーシー・キリエット。よし。ガリーの鉄拳。楽勝楽勝。仲間とはぐれちまったみてえだな。無事だといいんだが。あいつなんで俺だけ連れてきやがった。直接聞き出すしかねえな。あんた、俺のこと知ってるんだろ。ああ、よく知ってる。俺もな、あんたの顔、声、よく知ってる。知ってるが別人だ。てめえ何者なんだ。なんとなくそんな気はしてんだろ。俺はお前の父親だ。そんなはずはねえ。親父は死んだ。この目で見た。俺の名はシルバーフルバスター。お前の父だ。嘘だ。親父が生きてるはずがねえ。やっぱりいいな。予想通りの顔だ。確かに父親であることは嘘じゃねえが、それは俺とは別の話。どういうことだ。俺はもっと大きな存在さ。お前にとって俺たちは戦う運命にある。戦う運命だと。まずはどこから話せばいいかな。そうだな、この体について話そう。この体は器だ。たまたまそこにあった死体。タルタロスは全員ゼレフ署の悪魔。もちろん俺も本来の姿は人間じゃねえ。まあしかし悪魔の姿ってのもいろいろ不便なこともあるんだわ。だから普段は人間の姿をしている。その人間の姿を選んでいる時、たまたま近くにいい死体があったからな。それ以来この体を使っているというわけだ。だがな、偶然手に入れたはずのこの体、それが俺とお前を引き合わせたのかもしれん。お前をこの手で殺せる日をどれだけ待ちわびたか。ふざけんじゃねえぞこの野郎。人の親父の体を勝手に使って、こっちには恨む道理があっても恨まれる筋合いはねえっての。いや、ウルの一派を皆殺しにしねえと収まんねえんだ。ウルには10年も閉じ込められていたから。俺の名はデリオラ。忘れてねえよな、グレイ。バカな、デリオラはウルが。そうだ、殺されたよ、10年もかけて。だがタルタロスにはヘルズコアという肉体再生機関があった。本当にお前が。
あのデリオランなのか。なんなら真の姿を見せてやろうか。お前の両親を殺した時の姿をな。デリオラ来いよ、ウルの亡霊。人間は悪魔には勝てない。俺に氷は効かねえ。お前の勝てる可能性は 0% だ。これで。ほう。人間は悪魔には勝てない。この後はお前の大切な仲間を片っ端から殺していく。親父の体で、声で、これ以上くだらねえこと言ってんじゃねえぞ。アイスメイクハンマー。やるじゃねえの。氷に瓦礫を混ぜて無属性の攻撃にしたというわけ。私が来たからには安心したまえ。大丈夫？助けに来たよ。無事だったか。し、合流されちまったか。お前だけは必ず倒す。氷魔の交渉。紳士のやるじゃねえの。タッコやるじゃねえの。だが、シルバー。これで瓦礫は拾えまい。大切なお仲間も氷漬けだ。もっと顔を歪ませろよ。もっと恐怖しろよ、人間。わずかにでも勝てると思っていたのか。よく覚えておけ。これが絶望の味だ。人間は悪魔には勝てない。それでも俺は勝たなきゃならねえ。お前を倒して仲間も救わなきゃならねえ。俺に氷は通じねえ。物理攻撃も封じた。感情論で勝てるほど甘くはねえぞ。まだ一つだけ手が残っている。アイスドッシュ。はったりはよせ。それは自らの命と引き換えに相手を永久凍結させる魔法。自分の命を使う魔法だ。それに俺には氷の魔法は効かねえ。だったらこいつを食らう度胸はあるんだな。やれるはずがねえ。死ぬんだぞてめえ。よせ。俺の家族、そしてウルの仇。死んでほしくねえか。あの時止めたの。俺の声は届かなかったんだ。ブレー様。すまねえ。あいつのシェル。氷は効
かねえ。アイスのシェル破れたり。すまない、リンナ。大事なことを忘れそうになっていた。俺は死なない。仲間の涙は見たくねえから。行くぜ、氷馬の激光。どん、人間は悪魔には勝てない。と、氷馬の霊だ。アイスメイクハンマー。やるじゃねえの。氷馬の霊だ。と、やるじゃねえの。行くぜ、氷馬の。アイスメイクシールド。人間は悪魔には勝てない。とやるじゃねえの。氷馬の霊が。やるじゃねえの。氷馬の霊が。やるじゃねえの。行くぜ、氷馬の激光。やるじゃねえの。人間は悪魔には勝てない。やるじゃねえの。氷馬の霊が。と、やるじゃねえの。行くぜ、氷馬の激光。と、やるじゃねえの。行くぜ、氷馬の。人間は悪魔には勝てない。シルバー、アイスメイクバンプレイじゃねえの。どうしたよ、こんなもんか。気づかねえとでも思ってたのかよ。なんでだよ、クソ。あんたはデリオラじゃねえ。俺の親父だろ。とどめを刺せ。ふざけんなよ。あんた俺の親父なんだろ。こんなところで何してんだよ。お前に殺されるのを待っていた。そうだ、俺はお前の父だった。だがもう人間じゃねえ、悪魔でもねえ。死人だ。17年前にとっくに死んでいるんだ。ネクロマンサー、
死体を操る呪法だ。俺は奴に拾われた実験のための死体だった。実験？死人をどこまで本物の生きた人間に近づかせるかの実験だった。何百もあった死体の一つに過ぎなかったが、俺はここまで生きた。いや、動いたというべきか。全ては俺の家族を奪った悪魔どもに復讐するために。悪魔のギルドにいながらバレねえように各地の悪魔を葬っていった。周りの悪魔の力を弱め、いよいよ俺はタルタロスを壊滅させる計画に移る予定だった。だがそこでお前が生きてることを知った。その時気づいちまったんだ。俺の手は汚れすぎている。お前のために、ミカのために戦う資格なんかなかったんだと。だから死ぬつもりだったと。もう死人だ。終わるつもりだった。お前に全てを託して。勝手なことを。俺は何も託されちゃ。もう大丈夫だ。お前はもう大丈夫。ひどいことを言ったな。痛めつけもした。すまなかった。すべて俺の悪夢を乗り越えさせるために。俺のことは忘れていい。もうとっくに死んだ人間だ。それでも俺の親父だ。違う、息子を殴る父親などいるものか。あんたはもういい。早くとどめよ。楽になりてえのかよ。頼む、ミカのもとへ。迷うな。俺はフェイス計画にも手を貸した。元評議員も殺した。お前たちの敵だ。ああ、たとえ血のつながった父親でも、ギルドの敵なら関係ねえんだ。そうやって俺たちはギルドを守ってきた。それが人間だ。俺は それでもあんたを殺せねえ。それも人間だ。どの道を俺の体はそう長くは持たない。親父、いい男になったな、グレイ。お前は俺たちの誇りだ。だけのギルドに悪魔を倒す魔導士が。死人？グレイ様のお父様が？そんな話。あなたは一体。聞こえるか、ジョーちゃん。電話。あんたはそのグレーの女か。あ、いえ、そんな。もしかしてお父様？
まあいい、時間がねえ、要件だけ伝える。目の前のドクロ、キースがフェイス起動の鍵だ。奴はネクロマンサー、奴を倒せば議長は動けねえ。それで3000機のフェイスを止められる。でもそれだとあなたも。なんだよ、知ってたのか。それでもやるんだ、グレーのためにも。お父様、聞こえますか？お父様、もう声が聞こえない。やるしかないの。本当にグレー様のためなの？絆を切ることなんてできない。グレー様の思いもお父様の思いもきっと届く。たとえ形が消えようと、思いはずっと心に残る。それが人間の愛の力だって信じているから。ウォーターネクロ、フェイスの軌道も阻止できた。ジュビアは何も言うな。グレイを頼むぞ。はい。親父、もうゆっくり休んでくれ。あとは前に託す。俺がなぜ氷の滅悪魔法を習得したのか。それは END が炎の悪魔だからだ。この力、俺からお前へ。デビルスレイヤーとして俺が END を倒す。ジュビアは決死の攻撃でタルタロスのネクロマンサーキースを撃破する。それに続いてナツとバジルが旧鬼門に挑むんだけど、相変わらずの二人でどっちが先に倒せるか競争して、負けた方は勝った方を称える歌を作るって約束をする。勝ったのはガジル。レビィちゃんと共に相手の得意とする水中戦でトラフザーを破るんだ。でも傷ついたガジルたちの前にテンペスターが迫る。絶体絶命。その危機を救ったのはグレイ。父シルバーから受け継いだデビルスレイヤーの力でテンペスターを一撃で倒しちゃったんだ。さっき一旦止まったようだったが、また動き出しているようだ。とにかくフェイスの軌道を止める。
管制室の場所は分かるのか、ミネルヴァ。これほどめちゃくちゃにされていてはさすがに。起動まであと1時間もない。急ごう。